こんにちはマサイです今回は病院薬剤師として新型コロナウイルスのワクチン調整をして2回目の接種を行った自身の体調変化について1日目をお話ししていきたいかなと思います。はいということで、まあ、3週間空けないといけないんですけどあの、まあ、いろいろ日程の都合があって2日早まりました。早まってあの本日 打ちました、まあ動画アップするのはいつになるか分かんないんですけど打って、まあ、どんな変化があったか1回目と比べてというところですねお話ししていきたいかなと思いますであの多分報道されているとか情報とかあると思うんですけど、えーまあ、1回目より2回目のが副反応が強かったりとかまた若い人の方がすごく あの副作用副反応がすごく出るとか何日間か続くとかまあいろんな情報があ,のあると思うんですけどまあ自分自身であのワクチン調整してその調整したものを打ったんであのなんだろうねまず1回目と比べて最初の1回目は筋肉内注射なんですけど。 1>, 1回目は全然痛くなかった。何も感じないぐらいだったんですけど、2回目、あの同じ左肩に打ったんですけど、まあ、すごく1回目と比べるとはあの、明らかに痛みがありましたあの。打つ瞬間、打つ瞬間に痛みがあって、しかもそのコロナの調整したものが中に入ってくるといった、そういったあの感覚でしたね、2回目。 うん、ああこういうあのその前から打った人がいて聞いてたらそんな感覚って言われてたんであこの感覚ねってあんまり不安に思わなかったんですけどそういった話とか身近でしない方がいたとしたら結構びっくりするかもしれないですあの1回目と比べて全然、うん、注射する段階で、まあ、痛いというか全然違う1回目となので。 まあそこは安心していいんじゃないかなと思います。うん、うか安心してください。そして大体今打ってだいたい15分とか20分ぐらい休んでくださいって言われてい子に座らされるんですけどあの打った瞬間から打った部位左肩の注射部位がちょっと痛みがあってプラスあの。 熱さ、全体の暑さというか、左ですね、左手がちょっと暑くなってきて、プラス、しびれがありました、左手。で、座ってて、両足も結構しびれてきたんで、個人的に言うと、しびれが結構強いイメージがあります。そして、あの熱ですね、熱がすごくあった、左手。 に関しては、打ったのが4時過ぎぐらいだったんで、まだ3時間ぐらいしか経ってないんですけど、あの周り見ると2日目が結構きつい人がすごく多い、そして若い人の方があが、熱がすごく出てるイメージがあります。あの 薬剤部に所属している、まあ、ジムさん一人若い子いるんですけどその若い子は、うん、打った翌日38.5度ぐらい測ったらだったんであの、まあ、結構やっぱり若い人の方が反応しやすいそういった傾向にあるなぁとはすごい思いましたただ若い人だけじゃなくてあの普通に60前後の人もまあすごく だるさというかがあるみたいであ,のあんまりなんだろうやる気になれないようなそんな感じみたいです、うん、集中力がちょっと欠落した感じかなとそんな感じが見受けられましたで今3時間だって自分の状態どうなのっていうとまあさほど 変化はない感じなんですけど、多分、翌日の朝とかどうなのかなっていうのはちょっと心配っていうのと、あと、結構言われるのが寝れないっていうのが言われますね。寝れないような痛みみたいな感じですね。神経系の痛みのような感じらしいです。あんまり寝れなかったっていう人が結構多かったので。 個人的に言うと、寝る時間とか決まってるんで、普通に寝たいんですけど、うんまあ、そんな感じみたいですね。まあ、ただ、まだあの、打った3時間ぐらいはあの、自分自身的にはまだ余裕です。余裕があって、まあ、どうなのかね、2日目、3日目が。まあ、2日目、3日目だったらまた動画として出そうと思うんですけど、まあ、若年というか、若い人がどういった反応になるか、あと、 思ったのがあの結構予想してるよりも体だるくなったりするので独居の,の人とか高齢者の方はちょっと危ないんじゃないかっていった話がすごくしました一、うん、人でまあ倒れてそのまま亡くなるみたいなそんなイメージがすごく湧くようなところでございますまた二日目三日目 にななったら動画を撮ろうかなと思いますはいということで今回は病院薬剤師として新型コロナウイルスのワクチン調整をして1回目の違う2回目の接種を行った自身の体調変化について1日目の動画でしたそれではご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談本格配信ゲーム配信を主にやっております また引き続き頑張っていきたいと思いますのでよろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。